クリシャンスタードは、スウェーデンの都市。スコーネ県、クリシャンスタード市の中心地。クリスチャンスタードとも表記されることがある。中心部、の人口は約3万千人。バルト海沿岸の港湾都市。食品工業が発展しており、農産物の集散地としての役割を果たしている。近隣の都市としては、約85キロ南西に、スウェーデン第三の都市もある目がある。 海抜はわずか2.4メートル程度。1614年、デンマーク王クリスチャン4世によって建設された。町の名称も彼にちなんだものである。北方戦争の結果、1658年にロスキレ条約が成立し、スコーネ地方がデンマーク領からスウェーデン領へ移動した。この際に、クリスチャンスタードもスウェーデン領となった。19世紀末、 鉄道が敷設されたことに伴い、工業化も進んだ。行政の面では、1719年に成立した、クリシャンスタード県の県庁所在地であった。クリシャンスタード県は1996年末まで存続し、その後、林県のマルメヒュース県と合併して、現在のスコーネ県が成立した。これに伴い、クリシャンスタードもスコーネ県所属の自治体となった。ちなみに、 スコーネ県の県庁所在地は旧丸メヒュース県県庁所在地の丸目となった。ありがとうございます。